ソラーノは、イタリア共和国トスカーナ州、グロッセート県にある、人口約3400人の基礎自治体、中世以来の山岳城サイト市である、グロッセート県東南部のコムーネで、東に、ラツヨ州のビテルボ県に接している。 県とグロッセートの東約5 0トル、州とフィレンツェの南南東約1 2 7キロメートル、シエーナの南南西約7 7トル、ローマの西北約1 1 0トルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。VT はビテルボ県所属。山がちな地形である。コムーネを流れる主要な川はフィオーラ川で、コムーネの西の境界ともなっている。 コムーネの中央部をレンテ川が流れている。ソラーノを含むグロッセート県南東部はイタリア語でトゥーホと呼ばれる業界岩室の地域である。トゥーホは石材として加工しやすく、ソラーノの中心集落やソバーナなどに特徴的な都市景観をもたらしている。コムーネの中心集落であるソラーノはコムーネの中央やや南寄りに位置する。レンテ川の渓谷を見下ろす。 断崖上に築かれている。中心集落の南東約6キロメートルに位置するソバーナは、かつてこの地域の中心地でもあった。カノスサの屈辱で知られる11世紀のローマ教皇、グレゴリウス7世は、ソバーナの出身である。戦死時代、この地域にはおそらくビルラノーバ文化を持つ人々が、暮らしていたと考えられる。この地域が、歴史上最初に記載されるのは、 紀元前3世紀のことで、この地域には、エトルリア人が居住していた。当時、この地域の中心地は、人口の多かったソバーナにあり、ソラーノもソバーナの影響下にあった。ローマ時代、この地域はしばらく歴史から姿を消す。この地域が再び歴史に姿を見せるのは862年のことである。この年、イタリアをルドビコ2世が、アルドブランデスキ家をこの地の領主とした。 アルドブランデスキ家は南トスカーナで最も有力な封建領主であり、その勢力は4世紀以上にわたって続いた。1312年、当主が男子の継承者を残さず、没したためにアルドブランデスキ家は絶えた。彼の娘はオルシーニ家のロマーノ・オルシーニと結婚していたため、この地の領主権はオルシーニ家に移った。ソラーノは、な共和国と争を繰り返し、 1417年には、シエーナの創始権を認めさせられた。しかし、シエーナ共和国が、メディチ家のフィレンツェ公国に併合された1556年に、ソラーノは独立を回復している。ソラーノの要塞は、その重要な一ゆえに、しばしば戦乱に巻き込まれた。また、オルシーニ家の内紛の中心地でもあった。1604年、アレッサンドロ・ディベルトルドが没すると、 トスカーナ大公国の一部となった。1860年、トスカーナ大公国はサルデーニャ王国に編入された。ソラーノは以下の分離集落からなる。分離集落ソバーナはイタリアの最も美しい村クラブの加盟メンバーである。ソラーノやソバーナは近隣のピティリアーノなどと共に中世の要塞都市の面影を残す観光地として知られている。ありがとうございます。